どうも皆さんこんにちは、イサムです。日本ではフィットネスジムアクションスタイルの運営やトレーナーをしていたり、ベトナムではサムライイサムと呼ばれてまして、国家イベントやフェスティバルなどで刀のパフォーマンスを披露したり、大学などに招待されて講演会をしたり、孤児院に行って慈善活動をやってたり、それから海外の方々に日本からオンラインで刀を教えたり、そんなことをしております。いつも YouTube 聞いていただいてありがとうございます。今日のタイトルというのは、無駄だと決めつけるのはまだ早い的なタイトルかなと思うんですが、まあこれはですね、まあとてもいい動画を僕は見つけてですね、ああ確かになと思うことがあって、さらにですねそれを実体験で感じたことがあったので、どちらも踏まえてですね話をしてみたいなと思いました。でその話っていうのは、基本的には何かを始めてですね、まあ、何でもいいでしょう、 YouTube でも何でも一緒だと思います。何かを始めて、それでうまくいかせようって思う時に、諦める時っていうのはやっぱりうまくいかない時ですね。最初によしこれならいけそうだとか、頑張ればなんとかなるだろうっていう希望を持って、もちろん何でも始めますよね。そうでやってみたら全然うまくいかなくて、うわってなって、でそこでまあやめてしまうと。でそこまでの時間が早いから、そりゃ結果出るわけないよなっていうところであるとね、いうことなんですね。でそれを頑張って持ちこたえることによって、いろんな知識を得たり経験値を得たりして、あじゃあその経験値をもとにこうやれば、うまくいくだろうという、今度は根拠のある自信になると、まあそういう手順をね、辿っていくんだというような、まあ動画を見たんですよ。まあ、ちょっと僕の説明良くないかもしれないんで、実際見てほしいなと思うんですが、で、やっぱり僕もいろんなことを始めさせていただいたりとかしてますが、心折れる人ってめちゃくちゃ多いなって感じます。で僕はどっちかっていうとアホなんで、まあ、アホみたいにやるんですよね。であんまり諦めないというか、結構前々からなんですけどこれ、子供の時からだと思うんですけどね、結構一つのことをずっと続けるのが平気というか、あとうまくいってなくてもやり続けられるっていう、なんかそれね持ってて、でそれ当たり前だと思ってたら、やっぱりいろんなことをやってる時に、自分には才能ないとか、まあ、もう無理だとか、何かしらの理由でですね、やめちゃったり諦めちゃったり、まあ、実際に諦めなくてもそういう心を持ってしまったりという方が多いなということは分かるんですね。でその時に、まあ、こういう動画を見て、あやっぱこれだよなっていうふうに思ったわけですよ。でね、例えばじゃあ、まあ、これは日本の方に向けた YouTube なんですけれども、僕たちは、まあ、日本にいてね、海外の方に認知してもらうっていうのはなかなか難しいし、なかなかベトナムに行けない時間もねあるので、そういう時に忘れられないように、僕らは、まあ、海外の方に向けた YouTube っていうチャンネルをもう一つ持っててやってるんですね。で、まあ、そっちは頑張ってですね、まあ、言葉が通じないんでなんせね、こういうふうに今日本語で喋ってるかのように英語で喋ることもベトナム語で喋ることも僕はできないので、日本だったらこうやって言葉で何かをお伝えするっていうこともできるんですけど、ベトナムの方はそれができないんで、まあ、ちゃんと動画を作ってるんですよ。じゃあそれをね頑張ったからって言って再生回数が増えるのかっていうと、そんなことないし、逆にこんなんが増えるのっていうものもあるし、全然増えない時期もあるしみたいな、本当に大変だなっていう風に思ってるんですけど、じゃあそれは
別にそれでねお金を得てるわけではないので、無駄なのかと、意味ないのかと。やっぱりね、なかなか YouTube ってアップロードしたら終わりなので、こうあんまりやってる感とか見てもらってどうなのかって分かんないんですよね。だからコメントもらったりするとすごく嬉しいんですけど、でだけど例えばじゃあベトナム料理屋さんにご飯をね食べに行ったら、そこの店員さんが、あ、見てますよいつもって Facebook をね見てるよとか YouTube 見てるよって声をかけてくれるんですね。普段はこれやっても意味あんのかなって思うようなことも、そういう一回のね全然知らないベトナム料理屋さんの店員さんが、ベトナム人の方ですよ、が、お、サムライ見てるよって言ってくれるだけで、やっててよかったって思うんですよね。その瞬間に今まで意味あんのかなとか、これ労力かけても無駄じゃないかなって思っていたことが、一気にああやっててよかったって思えるんですよ。でこれやめちゃうと、やっててよかったなっていうこともゼロになってしまうんですね。そう、やり続けてたらどっかでそういう風に思える時が来るんですよ。でそしたらまた頑張れるじゃないですか。あ、見てくれてる人いるんだから頑張ろうって思えるなって、そういうのをなんかこうまあ実感する体験をさせてもらったんでね、ちょっと今日はここで話したいなというふうに思いました。本当にまあ僕はそういう仕事ばっかりやってたんですけど、まあいつねどのようにうまくいくのかっていうのは分かんない。でも頑張んなきゃうまくいかないのは分かってると。だけど今やってる、僕がやってることはやっぱりうまくいってないってことは、自分の頑張りが足りないんだって思える仕事をしてるので、まあまだまだね、今3400人ぐらいなんですけど、チャンネル登録がね、僕の頑張りはまだ3400人だと。逆に言うと3400人の方、その中でもベトナム人が8割なんで、まあ2000何百人のベトナム人の方がね登録してくれたぐらい頑張った。でもまだそれぐらいの頑張りだというふうにいつも思って、やってます。はい、まあもっともっとですね、努力を積み重ねていって、そしてやめないと、続ける、これを肝に銘じてですね、頑張りたいなというふうに思っています。もしかしたらあなたも1週間後にうまくいくかもしれない、1ヶ月後かもしれない、それは分かんないけど、諦めるというか無駄だと、本当に無駄だって思うのが早いんですよね、人って。いやそれ無駄なんじゃなくて、やり方変えたら、もっと試行錯誤したらうまくいくと思うのになって思うことがめっちゃあるんですよね。そう、まあもちろんその人の人生なので、どうするかっていうのはその人次第ですけれども、僕もうまくいってない、言ってるわけじゃないしね、別に人に言えることなんか何もないけど、でも見てて、あ、それで無駄だと思っちゃったら何もうまくいかないなって思うことって本当にいっぱいあってね。そうそう、それはこういう話に通じるのかなと思って、今日はちょっと話をしてみました。そしてこれは、僕はそういうことばっかりやっているので、本当にすぐにうまくいかないこととか、なんか誰もやってないようなことでやり方が分かんないこととか、そういうことばっかりやってるんでね、やっぱり心折れそうになったり、なんでこんなやってんのかなとか、やっぱ思うことねあるんですよね。そう、なさそうでしょ、意外とあるんですよ。だけどそれでも続ける力はなんとかあるので、今があります。まあこれからもちょっとそこだけはね失うことなく、やっぱり年取ると心も弱くなると思うので、まあ強く持ってね、何が何でもっていう心を持ってやっていきたいと思います。はい、ということで、いつも聞いていただいてありがとうございます。この日本の YouTube はやっぱりね、
見てくれる人の回数が圧倒的に出るじゃないですか、数字でね、視聴回数、それからコメント、いただくとやっぱりめっちゃやる気出るしね、そして直接ねトレーニングのレッスンの時にあれ聞きましたよとかね、そうやって言ってくれたり SNS でシェアしてくれたり、そういうことの一つ一つが本当に、やる気につながります。皆さん、やっていただいている皆さんはね、ちっちゃいことって思ってるかもしれないんですけど、そういうねちっちゃいと思われてることの一つ一つがね僕には刺さるんですよ。そうだから、そういうのをね、ちっちゃいことでもちっちゃいと思われてることでも僕にとっては全然ちっちゃくないんでね、本当にいつもありがとうございますと、思って感謝をしております。はい、ということでちょっと長くなっちゃったんでこの辺で終わろうと思います。僕はこれから、午後のレッスンに向かいます。いつも聞いていただいてありがとうございます。イサムでした。失礼いたします。